安西隆氏は、日本のゲームクリエイター。2019年現在、スクウェアエニックス所属。公営入社後、信長の野望インターネットをはじめ、オンラインゲームのディレクターを多数手掛ける。その後、坂口博信に壊れて、旧スクウェアに移籍。ドラクエのオンラインゲームを作っていたが諸事情で、お蔵入りしてしまい、坂口から放置されてしまったため、嫌気がさし、スクウェアを退社。 その後東京拠点を立ち上げるというカプコンに移籍し、人集めに奔走するも、方針変更で閉鎖となってしまって、退社を余儀なくされた。やむなく再びスクウェアエニックスとなった古巣の扉を叩くが、その時面接した斎藤洋介に、ドラゴンクエストのオンラインを作ると言われて驚いたという。そうして、後に、ドラゴンクエスト X オンラインとなるプロジェクトに、携わるようになった。 DQX では主にバトルを担当していたが、2013年12月の体制変更でチーフプランナーに昇格。2017年11月に再び体制変更によりディレクターに昇格。あだ名は安政先生。元ネタはスラムダンクの安西光つから。ありがとうございます。